阿蘇千年草原コンソーシアム姉子山本隆さん阿蘇生まれ阿蘇育ち草原の中で青春を過ごす地元の大学を卒業後電子機器の会社に就職関東で2年を過ごすが阿蘇に帰りたくて仕方なかった帰郷後 将来を模索する中で農業を志し米作りやきくらげ栽培を行う傍ら原野の組合員として野焼きなどにも積極的に参加してきた熊本地震をきっかけに何か阿蘇のために働きたいと思うようになり自身のルーツである草原を選んだ阿蘇千年草原コンソーシアムを立ち上げ 阿蘇ならではの草原バーベキューなどを通じて草原の魅力を余すことなく発信している「阿蘇千年草原コンソーシアム」のアルファベットをからあの文字を広出て頭文字ではなくて、まあ、文字を抜き出してでその中で「あねこ」ってつけて、まあ、これだったら。 アソの根っこっていう意味もあるよねっていうことで、えー、とみんなで、えー、アネコっていうふうふに決めました参加してくれてるメンバーっていうのは基本、あのー、農家さんアソの農家さんで、あのー、農家さんといっても、あのー、こうお米だけではなくて、えー、と牛の生産農家さんであったりとか、まあ、僕みたいにキクラゲ農家であったりとかあとはあの野菜を作られてる農家さんであったり椎茸を作ってる農家さん。 であのただ農家さんだけではそのこう、まあ、僕らがやろうとしてることが、あのーまあ、難しいということでいろんなこう専門知識を持った人たちを中身に加えてまあこじんまりですけど今7名ぐらいではいあのメンバーをやってます。で実際それで何をやるかっていうと、あのー、農家さん目線で農家さんあのがやっぱり 景色っっていうのはよく知ってらっしゃるんでだからそういう農家さんのノウハウで、えーとまあ、あの観光をやってみようというようなトライをあのしてただまあなんかそういうふうに言うとこうただの観光業みたいに思われるんですけどそうではなくて草原を中心に自分たちが生きていく草原を中心に据えたそういう草原の良さを伝えていけるような観光をやろうということで、えー、と立ち上げてます。 そうですねあの草原バーベキューっていうことで、あのー、バーベキューをもうメインに据えて農家さんがおもてなしをするバーベキューをやってやろうぜとでもうやるからにはこうちょっとあのおしゃれなバーベキューをしたいなっていうことで、まあ、そういった意味合いで始めたんですけどなんでバーベキューかって言われると、まああのー、僕らの中ではやっぱ麻生って言ったら赤牛って。 っていうのが一番初めに出てきてきで赤牛っていうのはやっぱりお肉なんで焼いて食べるのが一番おいしいとそういうふうに思ってますんででそれだったらやっぱりバーベキューだと。ただあのー、よくバーベキューをしようぜって言って瓦に行ってやるとなるとどうしてもこうまあ焼肉う ですよね結局はでも焼肉ではなくてバーベキューっていうのはあの文化がちゃんとあって、まあ、これはあの日本独自じゃなくてあの世界共通でバーベキューっていうとあのどちらかというとコミュニケーションをとるための,あの一つのツールっていうのがバーベキューであってみんなであのワイワイ焼いて食べるのもいいんですけどそうではなくてコミュニケーションをメインに持ってくるのがバーベキューっていうふうに僕らは位置づけをしてるので。 お肉をちゃんとあのホストの人がホストっていうかあのおもてなしをする人がお肉を焼いてあのそれをできた上でみんなでワイワイ話をしながらおいしいものを食べようそれそうしないとあの焼くのに集中しちゃったりとか誰か一人に焼かせたりとかするとそこでコミュニケーションが取れないくなるのでそういったことをないように、あのー、ちゃんとあのおもてなし型のバーベキューを。あのー バーーベキューって言ったら焼肉とはちょっと違うよっていうのもちょっとこう広めていきたいなと、はい、でそれがあの農家さんたちがかっこよくあの焼いてそれをあのかっこよく切ってでそれでどうだ食べてみてっていう風になるっていうなってで美味しいねっていうふうになるのでそれはじゃあこの、ね、お肉っていうのはこの草原であの育ったあの、ね、草を食べてでこういう美味しい ね、お肉になるんですよだからそのお肉をたくさん食べることによって消費が上がると牛さんがたくさん増えて草原も増えていくっていう風なものを伝えていきたいなと。な,なので,でその中で草原の中であのただ単にあの牛の餌ではなくてそれを堆肥にしたりとかして野草堆肥とかいうのでお米を作ったり野菜を作ったりしてる方々もいるのでそういったものの PR もしたいというような意図で。 えと草原バーベキューっていうのにあの着目して始めましたで、えー、と今まで、まあ、予行練習を含めて4回やってるんですけどもやっぱり、あのー、この草原で食べるっていうのがすごくやあの皆さん喜んで,で実際 実際体感でできるわけですよね草原,を草原のこの風であったり暖かさであったりそういうのを感じてそこで育ったおあの食材を食べるっていうのがやっぱりその本当自分らがこれを食べて生きてるんだっていうのが実感を持てるっていうふなっていうのはすごく手応えを感じました。 えとアンケートをあの毎回実施をさせてもらってるんですけども,、あのー、もうお肉に関してはあのー、言うことないと <laughs> いう、まあ、僕らも自信を持って出したので、まあ、それでダメ出しを食らうとちょっときついんですけどもやっぱりでも農家さん、あのーね、牛の生産者さんとか肥育農家さんとかがやっぱりしっかり育てたお肉で、まあ、ちゃんと、あのーまあ、畜産協会を通してあの購入しているので。 あのお墨付きのお肉ででやっぱりそれを、まあ、命を頂くっていうことであのこう大事に僕らも大事に調理をしてでそれを食べていただける,るっていうことでその,そのこう取り仕組みっていうかそういうのがすごくやっぱりあの参加された方も分かっていただいてやっぱりこう残さず食べていただけるっていうのがあの一番嬉しいですね。 そうですねこの場所っていうのはとても特別な場所で基本的には草原の中にはあの入っちゃいけないっていうことであの各あの原野の組合員あの原野組合が阿蘇では原野組合でしっかり区切られてるんであのそこ誰でも入っていいよっていうことではないんですけれども、まあ、僕はあの赤水の原野組合員であったんですけどあ,あるんですけれどもあのその中でお話をあの組合長とかにしてあのこういう一 ここととをやりたいいんだっていうことですごく理解を示してくれてでそ、それがあのね牛を育ててる畜産農家のためになるならそこは協力しようということで赤水の他のあのえと原野の役員の方もあのなのであの本当ここを借りれるというか使わせてもらえるっていうのはとても幸せであの周りの人から言われるとよくできたねって <laughs>。 言われるぐらいやっぱり難しいことがまあ、なぜかそのこうスムーズにことが進んだんでまあ、それもまあその山々のおかげかなとはい思ってますはいあのキリンさんのあのキリン株式会社さんの方があのあの熊本復興支援事業ということでキリン絆プロジェクトっていうのをあのやるということでこう縁ができて でそれであの復興支援事業をあの応募をしてあの受けれるようになったっていう形ですね。なのですごくキリンさんには感謝してるしあの実際あのキリンさんもあの福熊本の復興支援ということでビールをいくつか出されててその中に「あの阿蘇の草原に乾杯」っていうあのラベルのビール九州限定ですかね、はい、で出てるんですけどもその図柄とここがすごくマッチしてあのあ これなんか俺たちのためにある企画じゃないのっていうふうなちょっとあのテンション上がってこれ絶対キリンさんと一緒にあの続けていかなければいけないなっていうことであの単年で終わるような授業ではなくて僕らが自分たちで続けていけれるような授業としてそれをすることによってやっぱりキリンさんには恩返しになるしあの僕らの,その復興への第一歩にもなるのかなって。 新しいものをやっぱり作っていかなければあのこう維持は停滞と一緒なので、はい、そういう形であのキリンさんとこう一緒になってやれたのは良かったと思うし今からもやっってていいきたいと思ってますあの最初ですね野焼きに参加してなんでこれやんなきゃいけないのっていう。 疑問っっていうのは確かにあったんですよ何にも知らない頃ですけどやっぱり何でもこんな休みの天気のいい潰してねえもやしに行かなきゃいけないんだってやっぱり遊びたい盛りの頃だからそういうふうに思うんですけどこの草原っていうのはやっぱりこう維持ーー管理されてきて初めて草原っていうのがあるんだなっていうのがこう分かってきた時にやっぱり自分たちのこう まあ先祖というか阿蘇に住んでる先人たちの凄さ今のような機会がない時代にこれを維持し続けてきたっていう部分っていうのはこうやっぱりこう尊敬に値するようなことでただそれがもう生きるために必要でやってきたんだけれども今はその部分っていうのがすごく希薄まあ先ほども言いましたけどその部分っていうのが希薄なのであのそれをしっかりと。 あの再認識できるようなそうしなければ続いていかないと思うんですよね。維持管理することによって地球にも優しいという部分っていうのがこう守られてきてるのでそういあとはその気象動物とかそういうこの草原でしか育ったない動物とか虫とかそういうものっていうのですねだからそういう,こう今はそういう複合的な要因をなんか自分の中に入れ込んで。 でもやっぱりこれがないと自分がなんか落ち着かないなっていうやっぱり今この大人になっても嫌なこととかこう悩み事があった時にやっぱりついつい草原に上がって景色を見ながらもう本当なんか風を受けることによって全部流してしまえるっていうようなそういう気持ちになれるんでですね原点に返してくれるような場所に今はなってますね。はい 語学がそうであったりあのー、いろんな場所がそうであったりように自分の原点に戻れる場所っていうふうに僕はもう阿蘇があのなんだろう大好きっていうとなんかこうなんか表面的に思われるんですけど本当なんか育ってきたものとしてはここの場所は唯一無二だなって思うので。 ほんと落ち着きます <laughs>。